アダム・サベッジアダム・サベッジは、アメリカ合衆国のインダストリアルデザイン、特殊効果のエンジニア、俳優、教育者。ディスカバリーチャンネルのテレビシリーズ、怪しい伝説の司会者の一人でもある。ニューヨーク市生まれのウエスト・チェスター軍のスリーピー・ホロー、育ち。父、リーサ・サベッジは画家にして、映画監督、そして、セサミストリートのアニメパート担当者の一人で、母親はサイコセラピスト。 アダム・サベッチはかつて子役俳優として活躍しており、5年間演劇学校に通っていた。この当時の代表作としては、セサミストリートのキャラクターや、トイレットペーパーメーカーであるシャーミンのキャラクターミスター、ウィップルのストックボーイ・ジミーなどがある。また、スター・ウォーズにおいて、特殊効果の助手を務めたり、ビリー・ジョエルが1985年に発表した。 オンリーヒューマンの PV に出てくるライフガードに助けられた溺れている男の役を演じた。サベッジは今日に至るまでアニメーター、グラフィックデザイナー、建築家、現像係、映写技師、テレビ司会者、おもちゃデザイナー、舞台美術家、画廊オーナーとして活動してきた。アンドリュー NDR114、ギャラクシークエスト、スターウォーズエピソードにクローンの攻撃。 スペースカウボーイ、マトリックスリローデッドといった映画作品などではモデルメーカーを務めてきた。また、マトリックスリローデッドの続編にあたるマトリックスレボリューションズのメイキングでは特殊撮影の担当者として出演し、本編中で使用したミニチュアによる特撮や制作時の苦労話について語った。さらに、エヴァシンス・ザ・ワールド・エンディドという映画でエンジニアを演じただけでなく、 ダーウィンアワードでは、ピックアップ用のロケットブースターを売る、軍資給品店の店主の役で、怪しい伝説で共にメインキャスターを務めた、ジェイミー・アール・ハイネマンと共にこの映画に出演した。なお、ハイネマンとは2008年5月1日に、アメリカ合衆国で放送された、SI、CSI 科学捜査班のパラレルワールドの絆という回で、共に亀を出演した。かつてサベッジは、 サンフランシスコにあるアカデミー・オブ・アート大学のインダストリアルデザイン学科でモデル制作の授業を受け持っていた。サベッジは手品し、ジェームズ・ランディが毎年開いている会議主義者のためのイベントザーマス。ンミーティングに2006年1月に開かれた第1回から参加している。また、イギリスのブラックフライヤーにある。 マーメイドコンフェレンスセンターで2009年10月3日と4日に開かれたアメージングミーティングロンドンにも参加した。サベッジはこれ以外にも2009年の W-00 とストック V1X の演目のうち3つに出演し、2010年に開かれた W-00 とストック V2X でも4度出演した。また、ポッドキャスト番組である EN。 ディグネションの第220回放送分にも出演した。毎年開かれるメーカーフェールには2008年からレギュラーとして参加しており、堂々とリーに対する愛情や問題解決法について話すほか、怪しい伝説のメンバーなどについての参加者からの質問に答えている。サベッジはオーストラリアのビヨンドインターナショナルが制作し、ディスカバリーチャンネルのテレビシリーズとして放映された。 怪しい伝説のメイン司会者を務めていたことで有名である。詳細は、怪しい伝説を参照サベッチは、映画、ブレードランナーに登場する架空の自由である、デッカードブラスターのフリークとしても知られ、長年詳細不明であった。この、ブラスターの研究家としても、アメリカの SF ファン、映画ファンの間で著名であった。 撮影に用いられたプロップの詳細が判明した後には制作に使われたものと同じ実習をプロップと同様の手順で改造してレプリカを制作したことでも有名である。ありがとうございます。